はい、皆さんこんにちは、サガキャトシでございます。5月は29日の月曜日でございまして、ウィークでもう4時半を回って、今日もですね、デイタイムは終わろうとしてるんですよ。私のところにはメール1本来ない、電話かかってこない、見捨てられておりましてですね、もういよいよですね、私もとうとうですね、世間から見捨てられたんちゃうかと、意味のあるメール来ないですね。はい、まあいいんですけど、ですね、ドルウォンですね、注目は1323とこの辺りをうにゃうにゃしてますけども、なんかちょっと弱そうな感じがしますね。もうすぐ夜の部に入りますけども、夜の部に入ったら押されるんちゃうんかなと。ドル円はですね、140.4746 になりましたけど、まあ、この辺でうにゃうにゃしてますね。はい、本題いきましょう。ザクザクでございまして、世良光弘さん、国防の危機シリーズ、すごいな、国防の危機やって。これは27日、おとといの15時に出た記事でございまして、有事に海外の大量邦人をどう保護輸送するか、武力行使でも自国民の生命を最優先だが、武器使用基準は欧米と対照的と。4月のスーダン内戦による邦人救出作戦は航空自衛隊のシート輸送機が使われ、大量邦人45人を輸送することができた。運よく近隣の国ジブチに海外海賊対処として拠点基地があり、 C-130 輸送機や KC-767 空中輸送機もこの拠点に向かった。一刻を争う邦人救出事案に対し、今回だけは政府の派遣判断が迅速だったといえる。2021年8月、アフガニスタン情勢の悪化に伴う邦人等退避に伴う救出作戦には遅れが生じた。この教訓を受けて翌年、邦人輸送の際の自衛隊法の安全に実施するとの規定が見直され、外相と防衛省が協議し、危機回避の対策が講じられれば自衛隊派遣が可能になっていたことも大きい。振り返れば湾岸戦争開始直前の1990年12月にはイラクのサダム・フセイン大統領によって人間の盾として幽閉された邦人の救出には自衛隊機も民間機も動けなかった。最後のチャンスに親日国トルコが救援機を出してくれたのを私は現地バグダッドで苦々しく思った。政府専用機、各自衛航空自衛隊が管理運用すら派遣しない当時の政府に憤ったのだ。当時は海部俊樹ってあのしょうもないやつが総理大臣だったんですよ。まあ以下一応3ページまであるんですけど、貼っときますね。はいはい、ですね、今ね、この前のスーダンの大騒ぎの時にも、まあ、自衛隊が行きましたけども、台湾有事というのはね、もうその何て言いますかね、もうある前提で世界動いてるんですねアメリカなんか完全にその台湾有事ありの前提で動いてるんですね。で今いろんな準備をしてるわけですよ。有事があればですね、米軍が介入できるようにですね、プレリュー島っていうパラオの島があるんですけど、そこにですね今アメリカ軍基地作ってるらしいんですよこれ、まあ、あれ、なんて言いますかね、台湾介入への準備なわけですね。で多分今後ですね、日本周辺海域にですね、アメリカの空母軍がですね、やってくることが多くなると思います。横須賀を基地にしたロナルド・レーガンがですね、いますけどもですね、それ以上にですね、もう3つぐらいの空母機動戦隊がなければですね、台湾有事対応できないんちゃうかなと。いや、ちゃんと意味のある対応ですね。だから常に2つか3つぐらいのですね、空母機動軍が来るような体制にはなるんちゃうかなという気がしますね。で、まあそれはそれでいいんですけど、もうあるという前提なんですね、台湾有事は。その時どうすんのというのはですね、中国に今でも居残ってる10万人とも13万人とも言われる在留邦人
こんなん自衛隊機1機送ったって100人も連れて帰れないでしょ。だいたい自衛隊機は中国に着陸できない、思い出していただきたいんですが、3年前の2020年、コロナがですね武漢で発生した、大変やということで、武漢はですね自動車産業が豊かでございまして、日本にもですねその自動車産業系その他ですねいっぱい法人がいたわけですね。この法人をですね、武漢から連れて帰るのにですね最初は自衛隊機を出そうとしたわけです。そうしたら中国が拒否と、自衛隊機はあかんって言って、で社内から民間機ですね、アナが行きましたね。アナが何回も行ってですね、500人とも言われた人をですね順番に日本に連れて帰ってきてくれました。でましてやですね台湾有事になった時には、今のですね中国がですねロシアみたいになるわけですね。世界から制裁を食うわけでした。でそんな時に日本人を連れて帰るのに自衛隊機を下ろしてくれって言ったらね、もうね行けるわけない。それどころかですね在留邦人は全員人質やと思っていいと思います。主だった人はみんな拘束されると思います。何もしてなくてもですよ、当たり前ですけど、中国は法治国家ではない、そのことをね甘く見てる人多すぎるんですよ。アメリカは法治国家なんですよ、イギリスも法治国家なんですよ、フランスも法治国家です、ドイツも法治国家です。法治国家はですねみだりに人を拘束できないです。でも中国は法治国家ではないです。共産党の偉い連中があいつ拘束ってそれで OK なんです。法律に共産党が優先するんですよ。それは向こうの憲法にも書いてあるんですよ。なんか書いてあろうがなかろうが関係ないですけどね。そうすると10万人の中でこいつはっていうやつはですね拘束されるんですね。で中国はすでにその名簿を作ってるはずなんですよ、いざという時拘束する日本人のそんな普段ね何してるかとか、なんか中国に対して敵対行動してるとか変なこと言うたとか一切関係ないですよ。こいつを拘束されたら日本政府は嫌やろっていうようなやつの名簿ですからね。それもって多分ガーッと拘束に来るはずです。でその他の一般日本人に対しても意地悪をいっぱいすると思います。いろいろと不自由をかけ、不自由は例えば電気止めたり水道止めたりそれはされるかもしれませんよ。まああいつら何でもしますからね。そういう国なんですよ中国は。でそこに今10万人と13万人と言われる法人がいるんですよ。アホちゃうかと思うんですよね早ければね来年再来年にあると言われてるんですよ、台湾有事ってのは。その時にはもう自分人質なんですよ、人質それでご自身が拘束されるかもわからないんですよ。地位が高ければ高いほど、名が知れてれば知れてるほど可能性が高くなります。あるいはそのですね中国が意地悪したい法人に、会社ですねに所属してたらそれだけで拘束されますで女性や子供であろうと関係ありません。日本人が困るやろうなと、日本政府が困るやろうなということは僕は全部しますから女子供をいじめるなんてわけのないことでございます、あいつらにとっては。そのあいつらにこの紳士的な作法なんて求めるのはもう間違いです。何でもありとあらゆる野蛮なことをやってくるはずなんです。そこにねのこのこと出かけてね海外風中にやって言ったらアホちゃうかと思うけど、早く帰ってこいよ君らということですね。で今ねこうやって分かってるわけですよ、僕レベルが言ってるわけです。ちょっと考えたら分かることなんですよ。台湾有事になったらですね自分たちは人質になると、そうなったらですね最悪ですね命がですね全うできないということになります。ものすごいひどい目に遭う可能性もあります。もう分かってることなんですよ今現時点で。私が分かってるんですから、分かろうと思えば全ての人が分かるはずなんです、日本人の。なのに海外や中国や楽しいわってご飯おいしいわとかって言ってると、もうそれは自己責任ですねはっきり言うとね。なんで知らんでそんなほんまに。でその台湾有事はですねアメリカも完全にスケジュール化してるわけなんですよ。2025年以降に来たらいいように準備をしようというふうに今アメリカは準備をします。だからまあ起こらないかもしれませんよ、習近平政権が何かでですね失脚してですね起こらない可能性もあります。でも起こるのが今前提なんですよ、起こるのが前提で回ってるわけであって、アメリカは多分ね
やばくなったらね、在留アメリカ人に撤退命令を出すと思います。離れると、その国を離れるというような指令を出すと思います。で、日本政府はそんなんですね、かなり遅れます。だからね、アメリカが在留アメリカ人に国から離れろっていう命令が出る、あるいはそれに何段階にかに分けてますからね、それがもう出た瞬間に離れた方がいいと思います。日本政府なら何の頼りにもなりませんから、もうあらゆる手段で国境の外へ出た方がいいと思います。今は何も出てませんよし、出る気配もないですけど、もうそういうレベルでですね、中国に滞在するというのはですね、そういう危機意識を持っていかないとですね、人質になって寿命が全うできないという未来が待ってますよという平凡なお話でございました。読みかけたこのザクザクのですね、ページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。